ということで皆さん、はいさい、沖縄から知念ひじり牧師でございますよ。お元気ですか？さあ、第3週目を担当しております改めて知念でございます。皆さん、このパリオリンピック、またこの収録時はもって、パラリンピック等の報道がされておりましたけれども、皆さんはオリンピック見ましたか？本当に多くの選手がですね、活躍して感動を覚えた。またさまざまなね、オリンピックのオープニング等でですね、社会にですね、さまざまな疑問を投げかけるオリンピックでもあったかなと思います。私ね、実は、こう見えてというか格闘技を十数年やっておりました。ボクシングとムエタイをやっていたわけですけども、まあ、体をですね壊してからはもう選手手帳というのがありまして、ライセンスを返納したわけですけれども、もうね、最近ね、このパリオリンピックに影響されてですね、もう一度格闘技選手としてですね復活したいなと思い始めたわけですよね。それをですね妻に相談しましたら、いやいやいや、何言ってるの、あなた牧師なんだから、この教会に集中しなさいということですね。ですよねということでですね、もう改めて、あ、けどどうしてもジムにだけ、体作りのためだけに通いたいなって言ったら、あ、それはいいんじゃないかなということでですね、妻から許可をいただいたのでですね、来月あたりジムに行ってこようかななんて思っている次第でありますが、さあ皆さんは体作りなどしておりますか？実は私ね、体が弱くてしょっちゅう入退院など、今も現在もですね繰り返しているんですね。だから皆さん、本当にね、健康が一番と言いますか、健康、心も体も健康であり続けているっていうのは本当に感謝なことだなと、まだ39歳ではありますけども思い始めてですね、いるわけです。そのためにね、もういいものを食べようと、まあ、いわゆる肉油生活が中心でしたので、ちょっと悔い改めてですね、健康な食事をとるように今最近は心がけております。皆さんももし何かね、こういった食生活をしているとか、こういった体作りをしているよっていうアドバイスがありましたら、ぜひご連絡ください。